中です。今日は海に来ております。ここまでバイクでめちゃくちゃ時間かかったんですよ。4時間くらい。その4時間分いいもの見つけたいね。前見つけた鍋かとかだけで終わりたくないね。はい、それでは早速どんどん採取の方を始めていきましょう。レッツゴー。かわいい、銀ポの仲間かな。Hey, 順調。おちょぼ口がかわいい。めっちゃ綺麗。これ前見たんだよな。多分稚魚だよね。うん、多分あれの稚魚。うん、プリプリ。意外と早くて捕まえにくいんだよね。クソ、捕まえやがってっていう顔してる。角みたいなのが生えてる。綺麗な黄色。え、伊勢海老じゃね。ちょっと待って、伊勢海老じゃね。これ伊勢。もう伊勢だ。伊勢だ。すげえ。伊勢海老ちゃんだ。うわあ、初めて生伊勢海老見た。もちろん逃がすけどね。まあ、さっきから捕まえてたやつも全員逃がすけど。うわー、ちっこい、かわいい。伊勢海老ちゃん、ちっちゃいですよ、ほら。いやー、いい色。のり伊勢海老。あ、はい、よーしよ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 し。あ、ちょっと。はい、お疲れ様です。だいぶ潮が満ちてきちゃいました。いやー、まさか伊勢海老いるとは思わなかったね。ちっちゃかったけど、もちろん逃がしましたけど。いや、ここまでバイクで4時間かけてきた甲斐はありましたよ。いや、ほんとよかった。まあ引き続きいろんな磯の方に出向いて、どんな生き物がいるか観察していきたいと思います。今回は
あとウミウシもいなかった。うん、じゃあ、そしたら、まあ、ここで動画を終わらせていただきます。もしよかったらチャンネル登録の方もお願いします。だいぶ糧になります。嬉しいです。それじゃあまた、次のフィールドで会いましょう。バイバーイ。